浜本人とは、江戸時代の摂津兵庫津において、西国諸藩の宿泊施設として用いられた大商人の邸宅を言う。兵庫においても、他国同様、西国街道沿いに、宿液制に基づく兵庫塾本人が整備されていたが、浜本人とは、それとは別に、西国大名と個々に結びつき、諸藩の米をはじめとする産物の販売や、藩の用達を引き受けていた。 トン業者であり、両国と大阪の間を回路移動する関係大名の参勤交代にあたっては、その邸宅を宿泊や休息に提供した。氷骨は自身が古くからの商業校であるとともに、大阪入港に際して風町使用待ちをする港でもあったためである。兵五城の南一帯を南浜といい、それらの商人宅の多くがあったため宿駅本陣に、 大使浜本人と呼ばれた。これらの浜本人は、朝鮮通信白井町の際にも、宿所として用いられた。浜本人は時代により増減はあるが、幕末には、福岡、松江、秋月、山口、宇和島、津などの藩が利用した、貝や薩摩藩の小豆や、佐賀藩の肥前や、松山藩の網屋サザエ門、久留米、船井藩の壺屋、岡山、 高松藩の網やシンクロの網や左ノ門、薄木藩の網屋左右、熊本藩の網や、総欧兵の旧県があった。浜本人の遺構は全く現存しない。近年までは、唯一の遺構として内陸部の道区海下山町に移築された旧薩摩藩浜本人、あずき屋の門があり、発行年の古い書籍などに、この記述がある場合があるが、 これも老朽化により、平成4年に解体された。兵庫津岡法総会所資料、朝鮮新士来朝期半貫録、審判兵庫県の歴史散歩場山川出版社136ページ。ありがとうございます。